高木豊です。小麦です。お願いします。まあ今日はですね、はい、ちょっとやっぱ野球を教えなあかんやろ。ポンジ。これだから激推し君。激推し君でも何でもいいんだけど、はい、まあスポンジだったらいい。これを適当でいいです。切ります。このぐらいのサイズでね。はい、で、これを僕は投げます。当然丸くないから変化するよね。その変化を想定して打ちてる。ああ、なるほど。そしたら変化球対策だとか、うん、動体視力だとか、そのついていくとか、バットコントロール、うん、格段に良くなる。これは俺がね、プロに入った 1,2 年目、よくキャンプでやってます。早速やってみたいと思います。はい。スポンジだから速いボールはいかないよね。だから腕の振りに騙されないという。で、よく見るという。ほら、当たんないだろ。なかなか難しいです。もうちょっと重いスポンジがいいんだよ。今ボールでしょ。じゃダメなんだよ。ほら、スライド当てなきゃいけない。わかった。はい。あー、いいね。うわー、ピッチャーもちょっとバテてきてるし。そうなんです。ゆうたかさんはどんな感じですか。やってたんすよ。はい、いきます。デッドボールだ。見るな、全然違う。あ、高いですか。高いですか。この辺だもん。高いですか。これ投げるの難しい。投げるの難しいっすよ。難しそうだな。もういいだろ、疲れてる。まあプロでもやった練習だから、こういうので動体視力だとか、低めを膝を使って打ってたとか、あとはボールを選球眼とか。選球眼、確かに。だからそういうので練習を重ねると変化球には強く、まあこういう練習です。はい、これ余ったやつは本来の使い方を教えてちゃんと来た。変な切り方だけどな。もうちょっとね、いいスポンジ使った方がいい。激落ち君が悪いっていうわけじゃないけど、これはちょっと打ちにくい。あの少し球体がこう変わってるみたいな感じ。ああ、そうですね。まあ以上でした。やってみてください。はい。